はい、こんにちは、つつけんです。今日は4月の28日水曜日、現在ね9時半頃ですけれども、今日はね河津バガテル公園内、またねレストラン棟に来ています。なんと今日和田さんのね一生懸命頑張ったコワーキングスペースレンタルオフィスのねオープニングイベントということで、これから記念式典がね開かれます。では早速行ってみましょう。後でねこの中も和田さんに案内してもらおうかな。うん、じゃあ行ってみましょう。本日は A1 を推奨する拠点であることや、それでは私から、本日のワーキングスペースバガテルの、それでは行きます。はい、フロンティア、はい、じゃあこちらになります。まずこちらのカウンターで受付をしていただきます。次はここ入ってすぐに、フリーで使っていただきます。ドリンクの飲み放題ですとか、あとは少しこだわりの水の、コーヒー屋さんのこだわりのコーヒーなどを入れさせていただいておりまして、お仕事をしながら美味しいものを飲んでいただきながら、作業ができるように、設定されております。どこに座ろうかな。こ、すげえ畳。そしてすごい、何これ、日本じゃないぐらいなテラスの席がある。はあ、今日はちょっと雨が降ってるのであれですけど、めちゃくちゃいいじゃん。ここでパソコン広げて、できるんだ。あ、和田さん、今日オープンですね。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、どちら様で。あ、新しく河津に協力隊がやってきました。はい、そうなんですか。そうなんです。はい、ここにいる人ですか。そうなんです。ここの運営を一緒にやってくれる江ノ原さんです。あ、江ノ原さん、江ノ原さん、何にしましょう。江ノちゃん。私江ノちゃんって呼んでます。江ノちゃんです。決まりました。和田ちゃん、江ノちゃんで。江ノちゃん、江ノちゃんでお願いします。女性2人ここを仕切っていくわけですね。そうですね。いやいや、美女2人で、うん、何それ。いや、今日からオープンということで、まあ、お客さんにね、まあ、来てほしいですもんね。来てほしい、ね、パソコン持ってね、ここで。そうですね。うん、じゃあ何かありますか。ないですか。来てください。その感じでね、ゆるふわな感じで。あ、そうですよね、うん、美味しいコーヒーもありますので、うん、じゃあこのねコワーキングスペースオープンということで、お、もう一人いる、はい、皆さん遊びに来てください。それでは、はい、バイバーイ。